森内翔太のオールナイト川越。こんばんは、ミュージカル俳優の森内翔太です。皆様、深夜いかがお過ごしでしょうか。どうですか皆様、最近ハマってることなんかはありますか。僕はですね、最近ずっと言ってますけれども、16時間断食にハマっております。ハマっているというよりも、やっぱりこれやるとですね、全然肌ツヤが違うんですよね。めちゃくちゃですね、きめ細やかな肌がね、ずっと前に続きます。16時間断食以外には、そうですね、日高屋の爆弾定食、これはなかなか飽きないですね。これなんだろう、ラジオの1回目の放送の時に言ってんのかな、日高屋のお話。これ聞いていただいた方は1回目か2回目に多分言ってると思うんですけれども、ぜひこのお話また聞いた方は、この寝た後に次の日ぜひ日高屋の爆弾炒め定食食べに行ってみてください。俺もうちょっと終わったら食べに行こうかな本当に美味しいんですよ。なんかキムチの旨味とか安っぽさが全くないんですね。で、時の場合によるので、調理のシェフによるんですけど、肉がめっちゃ多い時もあれば、野菜しか入ってない時もあるんですね。これがまたいいんですよ。肉多めだったら美味しいでしょ、野菜多めだったら体にいいでしょ。もうたまらんのですよ。で、月一の生姜焼き、あれは罪悪感の塊でございます。皆様ぜひ、僕日高屋の回しもんってわけじゃありませんよ。ただ日高屋ぜひ行ってみてください。そして実はですね、本日公開収録を行っております。とはいっても、こんなご時世に皆さんに集まっていただくというのは難しい話ですので、 YouTube 生配信、これが YouTube ができなかったんだよね。できなくて結局トラブりまして、 Zoom で生配信で、やっております。実際どのように収録しているのかをこう 見ていただきながら収録を進めております。そして本日は、僕の32歳の誕生日でございます。これすいません、収録当日が僕の誕生日なんですけれども、お誕生日ということで、ファンクラブの会員様限定にこのイベントをやっている真っ最中でございます。先ほどショービッグミーティングという、今後どんなイベントをやりたいかとか、そういった会議をやらせていただいて、こうね、何を見たいかとか、そういうお話を聞いたりとか、どういう企画がこれから先奇抜で面白いんだろうとか、コロナ終わったら何がしたいとか、コロナでは何が抑制されているとか、そういった話をですねやっておりました。あと細かいイベントから大々的なイベントまで、いろいろやっていこうと思っております。ファンクラブの会員様はいつでも募集しておりますので、ぜひ森内翔太のオフィシャルウェブサイトからご入会していただけたら嬉しいでございます。ファンクラブ会員様向けのコンテンツを充実させていきたいなと思っているところでございます。でね、またね、出てきた話でね、面白かったのはね、ところどころ内緒にしつつですけど、僕のかくれんぼとか面白そうだよね。学校貸し切ってとんでもない隠れ方して、誰も見つからず夕方誰もが帰っちゃって俺一人みたいなとか、高尾山登ってビアガーデンとかもいいですよね。これはお酒飲みたくない人はビアガーデンは少しあるかもしれないけど、僕自身はめっちゃやってみたい。だって運動あるんだよ、自然あるんだよ、飲めるんだよ、最高じゃないこんな感じでたくさんのアイディアが出てきました。宣伝もここまでにしましてですね、最近の僕の活動のお話をしたいんですけれども、最近栃木県のとあるお家をスタジオで貸し切ってるところがあって、そこに撮影に行ってまいりました。特殊な格好をしてですね、山の中だったりとか、ちょっと坂道でドロドロのところで踊ったりとか、盾やったりとかしてきたんですけれども、いや楽しかったですね。自然に飢えてました。忙しい中、東京の中でやってるでしょ。そうなるとね、自然に飢えてることにも気づけないんですよね。で、最近 YouTube で DAIGO さんだったかな、なんか1時間から2時間緑色のライトを浴びる時間を1日に作るといいっていうのをやってまして、で、それはなんか解明されてないんだったかな、ただ、頭痛が減ると、
頭痛の割合が減るという話でしたね。6割痛みが減って6割頻度も減るっていう、結果が出たっていう論文を紹介してたんですけれども、それでやっぱりそれなんでかなって考えたんですけど、やっぱ人間は自然を見ると癒されるっていうのはありますので、やっぱそれを彷彿とするんじゃないかなと、緑ので、そんなことを考えた折に撮影現場に行けて、で全然考えてなかったですけど、やっぱ栃木の田舎の方でめちゃくちゃ自然が広大なんですね。田んぼがあって山があって、で晴れたんですよ、その日が。また15日前ぐらいに、僕らのね、お仕事の方でも、晴れるか晴れないかっていう、その4日後とかだったんです。で、そこも晴れ、もうほとんど雨だろう。で、曇りのち晴れぐらいになってて、ほんで、いや、晴れるといいなって願ってたら、その僕らの撮影のまんまの晴れがそこまで行きまして、そこからちょっと雨模様になるというね。どんな晴れ男やって、でもその撮影現場には、その、宿主さんといいますか、撮影現場のお母さんも主催の人も晴れ女や言うてたから、晴れ人間が集まったんでしょうね、あの時はね。でそのね、気候もあってか、ほんと撮影結構大変だったんですよ。もうバツバツに朝早朝から集まって、うわーっと詰め込んで撮影していく感じの中で、全然しんどさを感じなかったんですね。あ、もうこれこの気候とこの自然のおかげだと思って。でまたもうちょっと行くとですね、アウトレットがあるらしいんですよ。撮影切り上がったら絶対アウトレット行ってやろうと思ったんですけど、ちょっと伸び伸びになっちゃったんで行けなくて、またちょっと、まあそこのアウトレットには無理してでも行こうと思っております。まあそんな感じで仕事を自然の中楽しくさせていただいたりとか、 あとね一つちょっとやらかしたことがあって、その撮影の後、マネージャーと打ち合わせがあるために事務所の方に戻る連絡をしてたんですね。ほんで、まあ、あと電車乗ったよって言って、あと一応分かりましたって言って、じゃあその時間に池袋に行きますみたいな話でつながってて、池袋にはじゃあ何時に着きますって言って気づいたら、その時間20分ぐらい超えて川崎までいました。で川崎から池袋に戻るのにまた1時間40分ぐらいかかったのかな。だから結局予定してた時間の1時間15分半ぐらい遅れで、マネージャーと打ち合って何もできずに帰りました。やっちまったな。だから疲れてないと思ってたんですよ。いい気候、いい自然環境、撮影楽しい、大変だけどっていう中で疲れてないと思ってて、電車乗って、そしたらね、寝落ちてましたね。すごかったわ。多分もう迷惑かかってないと思うけど、あの一番端っこだったんでね、座る席のもうそこにカーってなって、恥ずかしい姿を多分探してたんだろうな、あれ。あのね、楽しい疲れってわからないね。往々にして楽しんで疲れた時って、その瞬間本当に、旅行とかもでも考えたらそうだよね。なんか家着いた瞬間にドバッと疲れが出てくるの、あれ何なんでしょう。家に着いた安心感なのか、あのね、ドバッと疲れた感じはね、心地いいんですけど、ちょっと回復しづらいんだよね、なんかね。だから溜め込んでるには楽しいから、アドレナリンが出て疲れを全く感じないで、結果休めるってなった時に必要以上に溜め込んでる疲れがドバッと出てくる、一気に感じるってね。あれはまあいいことでもあり悪いことでもあるかなって感じしますね。他に今ですね、このラジオでもうこれを言うことになると思わなかったんですけど、オリジナルクラウドファンディングというイベントをやっております。これが、このオリジナルクラウドファンディングのイベントの内容を詳しく聞きたい方は、ぜひショーピックカンパニーのツイッターの方に DM でもいいんですけれども、森内初代のオールナイト川越のツイッターの DM にもよかったらお問い合わせいただきたいんですけれども、これもともとラジオで言うつもりがなかったので、感謝祭みたいな形で、今まで応援していただいた方中心に感謝します、で僕の夢叶えたいです、応援してくださいみたいなオリジナルクラウドファンディングだったので、言うつもりなかったんですけど、もしこれを聞いていただいて、今知ったわ、興味あるわっていう方、あと1日しかね、31日までのクラウドファンディングになりますので、ただこれだけは言っておきます、パーカーがいいねで買える、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まあそんな感じで
ペラペラと最近の事情を話しておりますが、ここで、一旦埼玉県のエンタメ情報に移っていきたいと思います。4月3日土曜日14時開演、春風亭一之輔さんの独演会がパストラル加護大ホールにて行われます。こちらは詳しい情報はあまり載っていないんですけれども、落語の独演ですね。皆さん落語は聞きますか？落語興味ある方はぜひ、パストラル加護の大ホールにて行われますので、春風亭一之輔さんの独演会興味がある方は行ってみてください。そして4月4日日曜日17時からミュージカル黒執事寄宿学校の秘密の大千秋楽のライブビューイングがムービックス埼玉とユナイテッドシネマ春日部にて上映されます。あ、そうなんですね。これいいですね。黒執事のミュージカル、僕昔見せていただいたことがあるんですけれども、むちゃくちゃいいです。本当にいいミュージカルで、セットもすごい緻密に組まれていて、動きもあって、で演者のレベルが高くて、で話が面白いんですね。で僕は 2.5 次元の舞台って何なんだろうって全然知らないまんま、何だったらちょっと舐めてた状態で黒い筋見させていただいて、ちょっと概念がバチッと変わりました。こんなに激しいのかと、でこんなに面白いことやってるんだ 2.5 次元のミュージカルって。めっちゃ昔ですよ、めっちゃ昔。これは 2.5 次元の凄さをこう視野をうわっと広げてくれた作品だったので、ぜひ。でしかもライブビューイングでしょ、絶対にカメラ画角とかちゃんとされてると思います。生で見るのもいいんですが、カット割りがっつりされて、遠い客席の人が顔とか見れないでしょ。そういう人がライブビューイング見に行くと臨場感を味わえると思いますので、ぜひ、ミュージカル黒執事のライブビューイング興味がある方は見に行ってみてください。そして4月16日金曜日、14時開演の綾小路きみまろさんの爆笑スーパーライブがミューズアークホールにて公演されます。翌週の23日も坂戸というところで、綾小路きみまろさんのライブがあるそうです。うおー、これはいいですね。綾小路きみまろさんのライブ、僕一回も行ったことないんですけども、やっぱ映像で見させていただいたりすると面白いですよね。お客さんいじりといい、その回収の仕方といい、一言発したら笑いが起きますもんね、きみまろさんね。すごい。しかもそういった一人で喋りでお客様が笑う、さっきもねちょっとねミーティングの方でね話してたんですけど、独演会、これの技術欲しいなっていうところを話しまして、いやまさに最たるものじゃないですか、綾小路きみまろさん。それもなんかネタとかこうミュージカルを教える講義とか、数学を面白おかしくとか、そういうことじゃないんですよ。ただ一本喋りだけで大爆笑してるじゃないですか世の奥様おじ様方がもうね、横顔とかでパーンって抜かれるおばちゃんのもう笑い転げる顔が、もう座席にこううわって背もたれにうわってのけぞるぐらい笑ってらっしゃるのを見ると、あれだけでエネルギーもらえますね。もうぜひぜひ、これ行ったことない方も、近くにいる方もし興味がありましたら、ぜひ綾小路きみまろさんの爆笑スーパーライブ見に行ってみてください。というわけで、埼玉県内のエンタメ情報は小さいものから大きいものまで何でもご紹介していきます。エンタメ情報も随時募集しておりますので、お便りのフォームからぜひ教えていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。続いてはお便りのコーナーに行ってみたいと思います。今回もたくさんのお便りをいただきましたので、中からえりすぐりのお便りを読んでいこうと思います。森内正代のオールナイト川越公式ツイッターにてお便りや質問リクエストを随時募集しております。専用フォームやツイッターの DM にてお送りください。今回募集したお題は春だからこそ食べたいものと、ぜひ正代に食べてみてほしいものです。それではお便りを読んでいきましょう。こんばんは。こんばんは。いつもラジオ放送を楽しみにしています。ありがとうございます。
ラジオ始まるまでは頑張って起きていられるのですが、だいたいお便りのコーナーが始まった頃には寝ていて、気づいた時にはラジオが終わっているので、このお便りを読まれたとしてリアルタイムで聞けるのかどうかという賭けの気持ちで送っています。さて、僕が春に食べたくなるものは生しらすです。釜揚げしらすと生しらすをハーフ&ハーフで丼にして食べるのが大好きなので、春になると必ず食べます。機会があったら江ノ島の生しらすと釜揚げしらすを食べてみてください。できたら美味しそうに食べているところを YouTube にしてください。曲のリクエストも送るので、それを聞くまで起きていられたらまた今度お便りを送るときに報告します。かっこわら。ラジオネームスターボーイさんからいただきました。スターボーイさん、ありがとうございます。いいですね、生しらす丼最高ですね。江ノ島は 2,3 回ぐらい行ったことがあるかな、生しらす丼。でも僕は生しらす丼よりも釜揚げしらすの方が好きかな。ちょっと生しらすトゥルトゥルすぎてですね、ちょっと食感的には釜揚げしらすのしっかりとした食感の方が好きかもしれない。これハーフ&ハーフで丼で食べるの最高だな。しかも春なんだ、しらすの旬って春なのかな。そうなんだ、春なんだね。いや、とても素敵ですね。ちょっとお腹が空いてきたな、このリクエスト。このお便りありがとうございます。で、夏とか江ノ島行けたらいいね。このコロナ禍でどうなってるかわかんないですけど、江ノ島行って、それこそ江ノ島もじゃあ着物で行って、生しらすと釜揚げしらすのハーフ&ハーフ丼食べて、ブワーって脱いで海で泳げたらいいね。そして曲のリクエストもいただいてますね。リクエストの曲を聞くまで眠れないと戦っているスターボーイさん、リクエスト本当にありがとうございます。リクエストをいただいた楽曲はミュージカルライオンキングのナンバープッチ前ですね。ありがとうございます。いや、いいナンバーをリクエストいただきました。まず、まあ、ミュージカルライオンキングはどんなお話かと言いますと、まあこのお話がどんなお話か知らない人も意外にいるかもしれないよね。なんかディズニーとかライオンキング式がやってますっていうのを有名に、名前だけが有名になって音楽だけが有名になって、意外とどんな話か分かってない人いると思うんですけれども、まあ簡単に言うと、プライドロックという弱肉強食じゃないね、食物連鎖でもないね、輪廻転生でもないな。なんでしょう、命の輪のもとに生きている動物たちの世界で王様がいる、ライオンが王様でいて、その子供がその土地を離れて、でも帰ってきて王に返り咲く、そういったお話でございます。言葉にしようとすると意外と難しくない、あのなんか輪廻転生みたいな4文字のその生命輪廻、なんだろう、輪廻ってあのやめときましょうね。その中のクッチ前はですね、まあ敵役になりますハイエナが、子供のライオンシンバが、コライオンのシンバが、王様の子供のねシンバが、ある行っちゃいけないところ、ゾウの墓場に行った時にですね、そこに住み着くハイエナたちに食べられそうになってしまう、この時のハイエナの歌でございます。はい、ということでライオンキングクッチ前をお聞きいただきましょう。それではどうぞ。ライオンキングよりクッチマイをお聞きいただきました。いいですね、このナンバーはめちゃくちゃ練習した。劇団四季にいる時に本当に練習しましたね。特に江戸にね、一回ね稽古として入りそうな時期があったんですよ。で、をいかに喉を潰さずにファルセットで歌えるかみたいなのをとても研究してた時期がありますね。意外と難しい。こう喉閉めてやりすぎてしまうと声帯壊れてしまいますので、鼻の方にこうふーふーと抜く、まず抜いて、それをその抜けたものをキュッと締めるような、これで、ね、一人で個室でやってたら本当にちょっとおかしくなりますよ、感覚的に。なんか途中2時間ぐらい経ったぐらいに、あ、何してるんだろうって一回思う時がある、必ず。でも楽譜見直して、音程取り直して
こんなわけわかんないこと言ってそうなのにめちゃくちゃ音程がちゃんとあるとか あ、ここ音程ないんだってことは自由にやっていいんだみたいな発見とかもあったりね、面白いですね。はい、では続いてのお便りに参りましょう。こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。この時期限定のいちご大福いかがでしょう。川越市南大塚にある和菓子屋の藤野さんのいちご大福には生のいちごが入っていてジューシーで絶品です。変わり大福も美味しいですが、この時期ならではの生のいちご大福食べてみてください。ラジオネームパンダちゃんからいただきました。パンダちゃんありがとう。うわーうーわーいちご大福美味しいよね。あのなんかお餅が真ん中割れてあんこ乗ってその上にいちご大福、いちご乗ってるいちご大福、この前ねどっかのお店で見たんですけど、いちご大福はねどうしても自分で買うまでねまだ手が出ないんですよ。これなんでなんだろう。手出せばいいのにね。なんかね、だから高級品なんです、僕にとっていちご大福というものは。いちご大福を1個買って食べるっていうのはもうとても高級品なんですよ。わかりました。川越市の南大塚にある和菓子の藤野さんですね。ちょっとまた今度あの川越行くと思いますんで、その時は必ず食べます。もうこれは宣言する。あのその時迷わないために今覚悟を決めました。いちご大福を買って食べる。僕は決めた。僕は決めたぞ。ありがとうございます。とても美味しい情報ありがとうございます。もう今すぐ食べたいけどね、お腹空きすぎて。はい、ということで改めまして、今回の募集したお題は春だからこそ食べたいものと、ぜひ正代に食べてみてほしいものです。続いてのお便りに参りましょう。正代さんこんばんは。こんばんは。食べ物の話題と聞いてすぐさま書き始めました。あ、着替えそう。私が春だからこそ食べたいものはタケノコです。もうこれ一択です。水煮があるので年中食べられるタケノコですが、やっぱり春に食べるタケノコが絶品です。採れたてのタケノコと自分で採った山菜の天ぷらを食べるのが私の夢です。正代さんには新鮮なタケノコを豪快に丸かじりしてみてほしいです。なんだか絵になりそう。茹でたタケノコ、焼いたタケノコ、蒸したタケノコ、ご飯と一緒に炊いたタケノコ、ぜひタケノコ三昧してみてください。ラジオネーム小野の痛いもこさんからいただきました。小野の痛いもこさんありがとうございます。うわーすごいな。食べたいものを聞く前には絶対これ紹介する前に俺食べといた方が良かったね。めちゃくちゃお腹空いてきた。どうしよう。あの配信とかでもあるんですけど、美味しいものの話題になった時に自分がお腹満たされてない状態だと本当に辛いわこの放送、この収録が終わったらもう真っ先に食べたいと思います。タケノコね。タケノコってまた水煮で売られてるの高いじゃないですか。でやっぱ高いなって感じるんですけど、でも時々やっぱ食べたく、無性に食べたくなって買って食べますね。タケノコご飯とかしたりしますよ。で、皮付きのタケノコあるじゃないですか。あれ剥いたらめちゃくちゃ中身少ないよね。すごいよね。だから茶色の部分外さなきゃいけないじゃないですか。だから結構半分ぐらいの大きさになるよね。って思うと水煮で売ってるタケノコの方がでっかいんですよ。と思うとあの水煮のタケノコそんなに高くないんですよ。あ、と思うと水煮のタケノコ買おうって戦略にハマってるのかな私タケノコの戦略にハマってます。大丈夫。いやもう何にせよちょっとこのあのお便りいただいたので、タケノコちょっとまたご飯一緒に炊いて食べたいと思います。でこれですよ、山菜の天ぷら。しかも自分で採った山菜の天ぷら。山菜ってでも街中に生えてるって言いますよね。で取れる、分かる人は取って食べれるらしいですけど、なかなか山菜取りっていうのを僕経験したことがなくて、これなんか山菜を分かる人と一緒に山菜取りに行ってみて自分で天ぷらに作るのはやってみたいですね。これこそさっきもね、自分のさっきのミーティングの方で、公開収録の前のミーティングの方で喋ってましたよ。僕は自分で取った山菜で天ぷら食べたいって。
いやもう最高だな。タケノコと自分で取った山菜の天ぷらで、もう一番の夢ね、今の僕の一番の夢っていいですか？タケノコでしょ？タケノコの調理法が3種類ぐらいがポンポンって揚げてるものとか、なんだ肉挟んでるものとかと、ここに別のところには取って揚げた山菜の天ぷらでしょ？ご飯でしょ？そばでしょ？あとなんだろうな、天ぷらだから。なんだろうな。でもご飯とそばがあればいいな。もうだから天ぷらそばとご飯とあと天丼にしてね。うわ、とんでもないな。とんでもないお便りくれたな。ありがとうございます。お腹が空いてきた。じゃあお腹が空いてるところで 何？厚焼き卵？ここに厚焼き卵が欲しいの？いいね。厚焼き卵の中ネギ入れて焼いてて欲しいね。あ、もう最高だね。何を書き出したかと思ったらそんなくだらないことを書いてたのね。ありがとうございます。ナイスコメントです。ではでは、あ、ラジオネーム、小野の痛いもこさんから、ラジオでこんなことをやってほしいの欄に、朗読劇と書いていただいてる。ほう、ありがとうございます。あ、いいですね、朗読劇。これさ、僕ミュージカルやってるでしょ？だから、ちょっと歌ありな朗読劇を、もう収録って形でできるからさ、事前に撮っておいて、ここだとね、この撮影場だと今できないんですよね。別の撮影場を多分借りないといけなくなるので、それは別収録で撮って流すっていうのは、これいいんじゃないでしょうか。ね。楽しそうだよね。ミュージカル俳優でミュージカルを広めたい人間が情報ばっか送ってても仕方ないと思いますので、やっぱ実際僕自身がやってみて表現してみたものをこのラジオで、まあ、10分ぐらいね、10分以内、10分以内ぐらいでちょっとお届けするっていうのは、これ、お、いいんじゃないですかね。お、小野の痛いもこさんのアイデア、もしかしたら実現可能かもしれません。考えていきたいと思います。ありがとうございます。そしてこちらのお便りを送ってくれた小野の板江もこさんからリクエストもいただいている。ありがとうございます。いただいた曲はアラジンより、ミュージカルアラジンより、バブカックオマールアラジンカシームでございます。ありがとうございます。リクエストまで。このバブカックオマールアラジンカシームっていうのはそれぞれ名前ですね。アラジン、冒頭の方ですね、結構ミュージカルの序盤の方に出てきますナンバーで、まあ、アラジンの内容は皆さん、これこそライオンキングよりご存知でしょう。魔法の絨毯のお話ですよ。うん。魔法のランプのお話か。魔法の絨毯も出てくるよね、一応ね。うん。だって魔法のランプのお話でございますね。はい。その中で、まあ、アラジンは盗人なわけですよ。そのチームなのかな？お友達といいますか、仲良しの4人組で、アラジンを中心に、バブカックとオマールとカシームという3人で歌う自己紹介ナンバーみたいなもんですね。むちゃくちゃテンポが良くて、むちゃくちゃ、こう、ボルテージが上がる曲ですね。めちゃくちゃ楽しい曲ですので、よかったら最後までお聴きください。ということで、行ってみましょう。アラジンより、バブカックオマールアラジンカシーム、どうぞ。アラジンより、バブカックオマールアラジンカシームをお聴きいただきました。ありがとうございます。アラジンのナンバーはどれをとっても面白いね。これね、お便りいただくまでね、このナンバーがバブカックオマールアラジンカシームって曲だって知らなくて、思わずマネージャーに聞いたんですよ。これ何って。アラジンは知ってるけど、こんな曲あったっけって。あ、そしたら、あ、これか、これか、これがバブカックオマールアラジンカシームなんだねって一つ勉強になりました。ありがとうございます。リクエストありがとうございました。ということで、次のお便りへ行ってみたいと思います。お誕生日おめでとうございまする。キラキラありがとうございまする。着々と大人の階段と一流の階段を登っていらっしゃる正代さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。去年はバースデーイベントどころではない雰囲気でしたが、今年は配信のおかげもあってか盛り上がりそうと思っていたので残念ですね。いろいろなことが今までとは変わってしまいましたが、配信や YouTube などで自宅にいながらにして楽しめるのも悪くはないと思います。そうですね。きっと来年こそはたくさんの人にお祝いされている正代さんを見られると思うので楽しみにしています。これからも応援させてください。食べてみてほしいもの。お誕生日といえばケーキのホール食いしかないでしょう。ラジオネームゆりさんからいただきました。ゆりさん、ありがとうございます。
いや、いいですね。いや、そうだね。来年こそは、もう実際会う誕生祭を開きたい。昔、ダンスのショーダイニングにいた時に、自分の誕生日で、イベントやっぱ打つんですね。ショーダイニングなので。で、その時にね、3人ぐらいで、3月のバースデーの人でやらせていただいてたんですけれども、1曲か2曲ぐらい自分の担当枠みたいなんでいただいて、その時にチャップリンをやりまして、それが、本店の座長さんに刺さりまして、で、後々にその本店の振り付けまでさせていただくっていう運びになったんですね。なので、とても自分としてはチャレンジだった。チャップリン、やっぱコメディが好きでダンスやってるんだったらチャップリンを知らないといけないなってところからそれに取り組んだんですけれども、とても評価していただいた曲があって、やっぱそういった生のパフォーマンスを来年こそは意気揚々と、みんなでマスク外して上に投げますか？ もう多分落ち着いてるだろう。どうなんだろうね。どうなって、来年の誕生日本当にどうなってるんだろうな、想像がつかないんですけれども、落ち着いてるとしたら、で、大々的に、そんなこと関係ねえでできてるとしたら、マスクなんて全員つけてない状態じゃないとできてないじゃないですか。だからそうなったら、あえてマスクつけて、うわーって 投げましょう。来年の誕生日にみんなでマスクを投げれることを目標に頑張っていきたいと思います。そして、誕生日といえばケーキのホール食い。ああ、いいね。ちょっとじゃあ、声優のモンブランじゃなくて、もうホールケーキ買って頭からくっかっていきますか。バサって。大体ああいうの食べる用のじゃないだろうけどね、きっとね。でも昔一度だけリアルケーキを顔にやってもらったことがあります。本来そのためにケーキ買ってきてくれたわけじゃなかったんだけど、なノリで「やる？」みたいな「いや、やるのそれもったいなくないですか？」って言ったんですけど、リアルケーキだから、リアルショートケーキなんですよ。リアルホールショートケーキなんで。でも、それをやる運びになって、僕も、ちょっと憧れてる部分があった。やっぱ昔からバラエティ番組好きで見てたから、顔にパイを食らうってことをやられたくて仕方なかったで。じゃあ、一つの夢だったわけですよ。で、その時に、まあ、やりますかって感じで、僕も上着脱ぎ始めて。じゃあ、行きますか！って、うわーってやったらね、うわほーって来たわけですよ。で、薄いスポンジとかじゃない、クリームとかじゃないだけとかじゃないから、リアルホールケーキなので、バホってきたのを、めっちゃ冷たいんですね。まず冷えてるんですね。で、冷えてて で、まあ、リアル舐めても美味しいじゃないですか。で、わーっつって、ありがとうございましたって言って、おしぼりもらって、おしぼりで拭くときにね、拭いたときに、いや、まあ、リアルケーキだからこのぐらいの層があるわけですよ。結構当たるまでに顔に、あ、なんか、あの、そこ、そこに行くまで、押し付けるまでに、ふわほってなるわけですね。で、それをまた押し付けながら取るから、冷たいんです。ケーキが冷たいからおしぼりがあったかいになる、なんともこう、ゾワッとする感覚をね、覚えたんですよ、その時に。いやー、あれ、もう一回やります？来年のバースデーでやる？ ちょっとどなたかケーキのホールケーキ差し入れしてください。よろしくお願いいたします。ホールケーキね、やりましょう。もう今年も食いますよ。ケーキめっちゃ食おうかな。じゃあ、何これ。ゆりさんから質問もいただいております。ありがとうございます。うどんを打ったことはありますか？とのこと。おう、うどんですか？うどんは打ったことないですね。ありがとうございました。ということで、次のお便りに行ってみたいと思います。雑にやってるわけじゃないよ。うどんが本当に広がらないなと思っちゃった、自分の中で。あ、昔、うどんの話ですね。うどんを打ったことは全然ないんですけれども、大学生時代に僕、ミュージカルコース、大阪芸術大学のミュージカルコースにいたので、そういうミュージカルコースには男少ないんですね。男5人かな。やめていったりとかもしてるんで、5、6人だったんですけれども、そのメンバーと舞踊コースの男の子と、男だけで、青春18切符をでどこまで行けるかっていう旅をしまして、1日で電車でどこまで行けるかっていうのを、まあ、大阪から始めていろんなところ回ったんですけれども、結構しっかりとした旅になりました。行き当たりばったりなのに、高知でよさこい見れたりとか。そうで、その同期の子が高知に里帰りしてたから、そこの、この家に泊まらせてもらったら、そこの、この家の地下にバレエ教室みたいなのがある家で、
すごい家に泊まらせてもらったりとか、それこそ、香川も行けまして、讃岐うどんもみんなで食べたりとかして、で讃岐うどんがね意外とねそんなだったんですうん、コシはあるけどこれ好みの問題だなと思って、讃岐うどんを好きな人はやっぱ讃岐うどんのスタイルが好きな人であって、ただその名前が有名になってるけど万人が好きっていうわけでもないと思う。そのコシと柔らかさとのバランスだと思いますし、多分うどん粉の違いだったりとかもするし、それは讃岐の中で店舗がいろいろ分かれてるから、そこの店舗によりけりだと思いますんで、やっぱり好きなものは好きだし、あとあもうちょっと好みが分かれるなっていうところもあると思いますけど、でもねめちゃくちゃ楽しかった。で讃岐うどんを食べられたということが何よりも楽しかったですね。皆さん、あの讃岐うどん食べたくなった方はぜひ香川に向かってください。よろしくお願いいたします。というわけで次のお便りに行ってみたいと思います。春になると食べるもの、それはもちろんいちごです。間にいちごマークいただいてます。いちごそのものはもちろんストロベリーパフェ、ストロベリーのアフタヌーンティーは必ず1回は食べに行きますよ。って正代くんに食べていただきたいのは生のタケノコの天ぷら。あ、またタケノコ来た。天ぷらですね。なかなか食べれないからこそ、もし食べる機会があればぜひ注文してみてくださいね。ちなみにお茶の水にある山の上ホテルの天ぷらはぜひ食べに行ってみてくださいね。今の季節なら春野菜の天ぷらが食べれると思いますよ。ラジオネーム深川マダムさんからいただきました。深川マダムさん、ありがとうございます。うわー、たまらんな。どんどんお腹の虫がもうなんか鬼とかしているさっきまでああって言ってたけど、もうもはや鬼の形相で食べたがっているタケノコと山菜を。やっぱ春はタケノコと山菜がいいんですね。うん、なんか子供の頃は全然タケノコとか山菜の天ぷらとかって興味なかったですけど、どっちかというとやっぱイチゴですよね。うん、ガストとか、あとどこだろうな、事務所の近くにかっぱ寿司があるんですよ。そう、かっぱ寿司のデザート美味しいですよ。いちごパフェ美味しい、美味しい、とても美味しいです。そう、いちごはねよく食べますね。パフェで、しかも昔はチョコレート系のパフェを好んで食べてたんですけど、ちょっとこの年になるといちご系のパフェに手を出すようになりました。あと5年したらマンゴー系に行くのかな味の好みは変わるもんですけれども、お茶の水にある山の上ホテルの天ぷら、うわー、ちょっと誰にも内緒で今度行きますね。本当にマネージャーにも言わずに密かに行ってみたいと思います。お茶の水ね、 OKOK、 了解しました。ありがとうございます。そして深川マダムさんからもリクエストをいただいております。ありがとうございます。エリザベートの楽曲とのことですが、コメントにキッチュ最近歌ってくれてないと書いてくれていたので、ストレートにキッチュを選曲しました。本家のキッチュをお聴きいただきます。ということでキッチュ、まあ、説明が必要ですね。エリザベートという楽曲は、エリザベートというミュージカルは、前回の放送でもね、これ、公開放送を聞いていただいている方は前回の放送自体もまだ聞いてないと思うんですけれども、ルドルフ・ザ・ラスト・キスのお話を少ししまして、でそのルドルフ・ザ・ラスト・キスっていうのはエリザベートの話と結構リンクしている部分が多いんですけれども、まあ有名なエリザベートの生涯を描いたミュージカルですね。その中のキッチというナンバーは2幕の前半に出てくるのかな。皇太子妃の内情、世間の印象と実際はこういうことだよっていうギャップがあるんだよと、それでも皆さん知りたいか、じゃあ教えましょうといったことを言っているナンバーでございますね。ではめちゃくちゃ素敵なナンバーです。聞いてください。ミュージカルエリザベートでキッチュ、どうぞ。エリザベートよりキッチュをお聞きいただきました。ありがとうございます。いいナンバーですね。この山崎育三郎さんバージョンは僕はあんまり聞いたことがなかったですね。新鮮ですね。やっぱ同じ人のキッチュってオリジナリティがすごい出せるナンバーですね。自分自身もキッチュなんかもっともっとかっこよくなるにはどうしたらみたいな、どうしたらいいんだろうみたいな研究をしてみたいなって思いました。はい、でまたいつかこのキッチュがね
僕自身ラジオで歌を歌える日が来るように設備などを整えていきたいと思います。実際ね、設備はねあるはあるんですよ。調整の話なんですね。これやりましょう。さすがにね、やっていきましょう。はい。てか僕自身も歌っていった方がいいね、もはやね。朗読劇がありということは、僕自身の歌をちょっと聴いていただくのもいいかもしれませんね。今ねトライしてみたいのはね、これできるかわからないんですけど、プペル、煙突町のプペルのオーディションがね、今 YouTube でやられてると言いますか、 YouTube 動画にオーディションの歌ってる動画を上げるというのが今あるんですよね。そうで、それはプペルのミュージカル化のある役をオーディションするためのもので、なのでそれを使って、まあオーディションというかパフォーマンスとして歌をちょっと覚えたいなと思ったんですけど、めちゃくちゃ歌が難しくて、これできるかなって今思ってるところでございます。もしできそうだったらやってみますので、ちょっと期待して、まあお待ちいただければなと思っております。はい、ということで今回もたくさんのお便りをありがとうございました。募集開始から締め切りまでの期間がめちゃくちゃ短かったんですけれども、たくさんのお便りをいただけて本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。お便りは森内正代のオールナイト川越公式ツイッターにて随時募集しております。質問やリクエストなどもお待ちしておりますので、専用フォームやツイッターの DM にてお送りください。ツイッターでも活動情報や更新情報をつぶやいておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。よろしくお願いいたします。それでは現在上演中のミュージカル作品情報をお伝えしていきたいと思います。四季劇場春、オペラ座の怪人ロングラン公演中。四季劇場夏、ライオンキングロングラン公演中。四季劇場海、アラジンロングラン公演中。キャッツシアターキャッツロングラン公演中。帝国劇場エンドレスショックエターナル3月31日まで公演中。堂本光一さん、上田達也さん、梅田彩香さん他出演中。赤坂アクトシアター地球ゴージャスプロデュースミュージカルザ・プロム4月13日まで公演中。岸谷五郎さん、寺脇康文さん、青井若菜さん、大黒摩季さん、保坂千鶴さん、草刈民代さん、桐谷博さん、芋洗い坂係長さん他出演中。東京建物ブリリアホール、劇団新幹線月影花の城大逆転4月4日まで公演中。古田新太さん、阿部貞夫さん、木野花さん、浜中文一さん、西野七瀬さん他出演中。シアタークリエミュージカル君はいい人チャーリーブラウン4月11日まで公演中。中川明憲さん、花村聡太さん、岡宮くるむさん、宮沢沙耶さん他出演中。そしてこれから公演されるミュージカル情報をお伝えします。東京芸術劇場シアターウエストミュージカルスリルミー4月1日から5月2日で公演予定。田代マリオさん、新色真也さん、孫波さん、福士誠司さん、松岡光大さん、山崎大輝さんが出演予定となっております。帝国劇場ミュージカルモーツァルト4月8日から5月6日まで公演予定。山崎育三郎さん、古川雄太さん、木下遥さん、和音美桜さん、鈴風真由さん、光樹辰樹さん、山口雄一郎さん、市村正親さん他出演予定です。日生劇場ミュージカルゴヤ4月8日から4月29日まで公演予定。今井翼さん、小西良生さん、清水くるみさん、山地和弘さん、天宮亮さん、木村みどり子さん他出演予定。ということで直近のミュージカルの公演情報をご紹介させていただきました。事前収録ですので変更がある場合もございますので、気になる方は作品の公式サイトをチェックしてみてくださいね。よろしくお願いいたします。はい、ということでそれでは毎回恒例ですが、ここで僕自身の宣伝もさせていただきます。毎週お伝えしております YouTube チャンネル
森内正代のエンターテインメントアカデミア、いよいよ本格始動が迫ってきてます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして番組冒頭でも言いましたが、森内正代のオフィシャルファンクラブショービッグプラネットも会員様募集中でございます。このラジオ収録も公開収録としてファンクラブ会員様がリアルに見てくださってます。皆様楽しんでいただけてますでしょうか。はい、こういったね、いろんなコンテンツ、本当に今後も公開収録とかリアルイベントとかやっていきたいと思っておりますので、もし気になっていただけた方はご検討いただければなと思っております。オフィシャルウェブサイトからご入会いただけます。よろしくお願いいたします。ということで、そろそろ今回の放送も終わろうとしておりますがですね、ちょっと今日の放送は、これは事前収録で少し手も加えさせていただいておりますので、自分のミスは乗っからないと思いますけれども、マネージャーがうんうん頷いておりますけれども、結構たくさんミスをしましたね。なぜかというと、公開収録だからです。皆さん公開収録ってやったことありますか？公開収録っていうのはとても勉強になりますね。やらなければいけないことがまずありますね。収録ですよね。その上で、今回が5回目かな、1ヶ月経つんだよね。この放送が行われる頃にはラジオが始まって、でまだ5回目ということで不慣れな点もたくさんあるんですけれども、そんな不慣れな点をですね、僕のファンクラブに入っていただけるとカットされずにまんま見れます。はい、そのミス楽しいでしょ。でもね、僕はね、ようミスするんですよ。生配信でもそうですね。1秒前に自分が言ったことを忘れてしまうから、コメントを、僕が言ったことについてコメントしてくれるのに、僕自身が何をおっしゃってるんですかってなるっていう、とても失礼なことに。またこれを楽しんでいただけてるから、なんと言いますか、僕を応援してくださる方は懐が深いなと言いますか、頭がいいなと言いますか、許容というか受け入れる度量がすごいかっこいいなと言いますか、そういった方々に支えられております。バカはバカでよかったなと思っております。だって集まってくれる人が優秀な方になるんだよ、僕がバカなおかげで。それ良くない？僕は僕のやれることをね、パフォーマンスだったりとか、こうやってね、ラジオ収録もできるだけ面白くできるように、そしてまたミュージカルの良さを、またミュージカルの知らない点を、またこう振り返りでね、僕がミュージカルのことを話せば話すほどミュージカルのことは広まっていくと思ってますので、そういったことを、僕がやるべきこと、バカでもいいんです、そういうことをやれればいいんです。はい、自分の足型ミュージカルというお仕事をですね、皆さんに、たくさん広めていきたいなと思っておりますので、また1ヶ月経ちましたが、2ヶ月目からもどうぞ楽しく聴いていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。ということで、次回の放送は4月6日の26時から27時の放送になります。次回以降のお便りも公式ツイッターにて募集しておりますので、ぜひお便りやリクエスト、エンタメ情報などをお送りいただけると嬉しいです。お待ちしております。また次の放送もミュージカルトーク満載でお送りしていきます。どうぞよろしくお願いします。ではでは皆様、次回もお楽しみに。バイ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 。